米在住のカマチョさん、まさに嬉しいよ。日時間13日ロサンゼルスの当時は12日、日時間13日、4どころ地、戦に2番、指名打者で先発出場し、初回の第1打席で3試合ぶりの4号ソロを放った。市に並ぶ非選手最多の通算175塁打。このメモリアル球をキャッチしたのが、ロサンゼルス在住のアレン・カマチョさんだ。まさに嬉しいよと声を弾ませた。彼女のクリスタル・ベネガスさんと、スタンドから観戦した。大谷の記念球とあって周囲から熱い視線が注がれ、500ドル、約7万6千円と、競売が始まった。それでも、カマチョさんは、売らないよ。キープするつもりだと断言。S1 と刻印の入ったボールを左手に握りしめた。ベネガスさんも大興奮。実は2年ほど前にホームルを取り損ねたという。長い間、この時を待っていたの。これを売ったりしないわ。特に大谷の一発。嬉しいわと声を弾ませていた。大谷マヤ。マサヤ小谷。